キシユタの、飛べ合流、疑惑と飛べの匂わせ戦略に迫る。キンプリの元メンバーである平野紫耀が自作の人魚イラストを投稿し、ネット上で、キシユタとの合流を匂わせているのではと話題になっています。 彼が滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社戸辺で再始動し、自身のアーティスト活動に専念する一方で、死優太の吉本興業エリセ説が報じられる中、ファンの間では賛否両論が巻き起こっています。平野耀の人魚イラストは彼のインスタグラムアカウントで公開され、 背景色が赤、水色、紫とそれぞれ金プリ時代のメンバーカラーに見立てられています。これが、岸優ユタとの合流を匂わせていると解釈され、多くのファンが喜ぶ一方で、否定的な声もあります。ファンの中には、滝沢秀明氏のインスタグラムに投稿された赤、水色、紫の火山写真との関連性を指摘する声もあります。さらに、 戸部公式サイトの平野と人流児のアーティスト紹介ページの URL には当初騎士ユータの頭文字を含む文字列が含まれていたことも合流の可能性を考えさせる一因となりました。しかし騎士ユータがジャニーズ事務所を退所する9月末までソロ活動に専念する身であることを考えると平野の行動に批判的な騎士ファンも存在します。 彼らはまだジャニーズにいるのに、こんな匂わせは非常識だとして、平野の行動を否定的に捉えています。一方、戸部自体が匂わせを戦略的に用いてきたこともあり、平野の行動が滝沢イズムを踏襲している可能性も考えられます。滝沢秀明氏は7月31日の TikTok 生配信で、 すべての配信プラットフォームで楽曲配信を行うことを予告し、家族の携帯を使ってエンドレスリピートで再生数を稼ぐ呼びかけをしていました。これに対し、一部のファンは飛べの運営方針に疑問を抱いているようです。さらに、飛べの滝沢氏と政治団体ごぼうの党の代表奥の高氏との親密な関係を指摘する声もあります。 これにより、一部のファンからはトベやヘイヤーに対するネガティブなコメントも見られるようになっています。トベの匂わせ戦略は、これまでメディアに話題を振りまいてきた成功例がありますが、ファンの中には戦略的な匂わせに対して疑問を抱く者も,も存在します。ヘイヤらタレントも今後どのような戦略を展開していくのか、ファンや関係者にとって注目のポイントとなるでしょう。 シゆうたの飛べ入りの真相や、ヒラの仕様の匂わせイラストに対するファンの反応、そして飛べの戦略的な匂わせについて、今後の動向を見守る必要があります。これからの展開に注目です。